俺こんなんな欲しいからカッサムして作ってくれよと思って僕個人でしか切いひんやろうと思って作ったのが今日のメインこのカバンこれザ・ソウルのリベロっていう名前のカバンなんですけれどもシュワンケンカーフっていうペリンガーっていうところの革なんですけれどもそれを裏表貼り合わせてカバンにしたってますこれ皮紐ですね完全に別注しました カバン自体の仕立てもベストに近い仕事をやっていただいたと思ってます。 こんにちは、しんどうです。いつもご視聴ありがとうございます。見て気に入ったら登録と高評価していただければすごく嬉しいです。新しい動画も基本的に一つのコンセプトに基づいてずっとやっているので、古い動画も見返していただいたりすると話が繋がってくるので、ぜひいろいろなやつ見てください。 今日はですね、ちょっといろいろ話そうと思ったんですけど、まあ、出かける時にどうすんねんとかあ女の子にも印象が良くて出かける時にいつも僕の何持ってんねんとかっていうのをいろいろ考えてたどり着いたことがあったんでそれをちょっと紹介しようかなとその前にですねちょっと方々からですねインスタの DM だったりっていうところにすごくたくさんの方からお問い合わせを頂い,いておりまして。 商商品品化化すすするるつももりなかったたんですけれども商品化することにしましまそれ何かというとですねここに出てる今日着てますけれどもこの写真に出てるレザージャケットこれトラッカージャケットなんですけれどもモレッックののスーードのトラッカージャケもともとは胸ポケットがないナッパプロンジェのやつがあったんですけれどもそのナッパプロンジェのやつを展開したのが展開するのが今年の秋というかなんですけども。 ひそ、まあ、かに自分用に俺こんなん欲しいからカスタムして作ってくれよと思って僕個人でしか聞いひんやろうと思って作ったのが実はこの胸にポケットのあるこのトラッカータイプのスウェードのジャケットで。 実はこれを作ってみたらいいですねっていうような声をいただいたりしたんですよ。でやっぱすごい評判いいからこのまま自分だけで着ようと思ってたんですけれども、まあ、売ってくださいとかっていうようなお話も何件か頂い,いたのでそんなに言ってくださる方がいるの嬉しいなと思ってこれは私どものオンラインストアマスタープランショップで 今回の秋冬からですね展開することにしましたもうスウェードにもちょっと張りがあって一年中真夏以外は着ていただけるっていうことを前提で作ったスウェードのジャケットですこのスウェードのジャケットは銀付きのスウェードで黒のみの展開になります胸にポケットが付いていてダブルジップでオンラインストアにアップされることになると思いますのでその際は是非見てくださいこちらのですねスウェードジャケットを販売することになりましたのでご興味ある方は僕は ここれめちゃかっいいいと思いますんでぜひ、まあ、僕の私物やから今年はガンガンこれの上にコート着たり1枚で着たり中にはどうしようタートル着ようかなとかクルーネック着ようかなとかシャツ着ようかなとか、まあ、相当いろいろ着こなしに役立つかなと思って以前からのものと今のものといろいろ組み合わせて着れるっていうことで、まあ、これもタンスの小やしになれへんもんやなとかっていうようなことで非常に私も今年の秋冬からの戦力として期待しているジャケットですっていう報告と今日のメイン最近 持ち物が多分減ってきたと思うんですねどういうことかっていうと僕はいまだに出かけるときかっこいいから 大きいカバンにちょっととだけけ物を入れれてうてうようなこすするんですけれども例えばスマホがここまで発達するとは思ってもなかったですから昔はカメラと携帯っていうのののは別々のもの今はもうカメラと携帯一緒にされてる方はかなり多いと思うんですよ昔デジカメ持って iPad 持ってとかって荷物結構増えたんですけど最近はスマホが大きくなったりスマホの性能が良くなったりスマホのカメラが良くなったりっていうことで例えば電子決済になったから大きいお財布もいらないとかカードと ちっじゃあそうなった時にコンパクトにまとめてスタイリッシュに見えて同性からも異性からも印象がよく見えて上品に見えて持って満足するようなものっていうのは何やっていうようなことを僕もずっと考えてたんですけれどもそれでたどり着いた結論がですねこのカバンこれザ・ソウルのリベロっていう名前のカバンなんですけれどもこれはシュランケンカーフっていうカーフを 使ったもので裏表ともに同じ素材ですです中はですねこういうふうに真っ赤な3つとも展開するの3つともこう真っ赤な内装になっておりましてこういうふうにですね紙袋のようなデザインになっておりますもう一つポイントがありましてこういうトートバッグちっちゃいバッグって上が 何も縛らないんですけれども中が見えるっていうのもあんまりよろしくないなということなのでこういうふうにここの一番上のところにマグネットがついてるっていうような形式になってます。でまあ、こここれれ自体はですね見た目可愛いしこの赤にに横横黒黒ゴールドに横黒 黒に横ゴールド、中全部赤みたいなことになってるんですけれどもこれはですね実はただの紙袋に見えて作り方めっちゃめちゃ研究してまして、まあ、どんなことをしたかというとですねこれはまあやっぱり長い間使っていただきたいで使った後に雰囲気が出るようにしたいあとはもう見た目も美しくしたいっていうことで例えば すべての小バが小バ仕上げになってまして内側と外側同じ皮を外に使うようなすごくこれいいシュランケンカーフっていうペリンガーっていうところの皮なんですけれどもそれを裏表貼り合わせてカバンに仕立ててます。でシャキッとなるように通常の作り方だとですね間に何も挟まないでもっとくにゃっとなったような形にするっていうようなことを実際に僕が打ち合わせしたものづくりをしているところは通常はそうしますっていうことだったんですけれども通常のやり方よりは僕は自分がこうした方がいいっていう確固たる 信念があるのである程度シャキッとするような作りにしてほしいとそうすることによって長く使った時にいい感じにへたってくるしあとはここの磨きをめちゃくちゃきれいにしてほしいとかここのステッチをひしばりっていう斜めにですねきれいに入るような手縫いで縫ったような雰囲気に見えるようなものを使ってほしいですとかね散々めんどくさいことをいろいろ言って作ってもらったのがこのカバンです。 でですね革使ってる量も普通の革やるまあ表裏は一緒の革でやってるからめちゃくちゃ多いんですけれどもあとですねポイントはこの革紐なんですよねこんだけ太い革紐っていうのは今実際に世の中流通してませんでこれ細いやつにしたり同素材で作ったりっていろいろ考えたんですけれどもどうせやったら使っていったら 飴色に変わっていくものを使いたいっていうのでじゃあぬめ革を使いましょうとで革紐って言ったら革紐はもっと細いやつしかないですでも細いやつでやるとやっぱり持った時の手持ち感が足らんあとは切れやすいとかいろんなことがあったのでこれ革紐をですね完全に別注しましまたどうしたかっていうとですねここの紐の太さをですね 9mm っていう 直径にししててて、まあ、そんんなな太いい紐って一般流通してないんですよ特別注文である一定の量を作らないとダメですっていうんやったらじゃあそれやったらいいもん作りたいからそれだけの量を僕作りますよっていうことで特別注文で作っていただいたのがこの9ミリの皮紐なのでこの皮紐は他では流通していることはないですし海外でも売ってる売ってないっていうのをいろいろ調べたんですけれどもやっぱりこれは作るしかないなっていうことがあったので。 多分僕が知っている中でも最も太い革紐だと思いますしこれぐらい太ければそうそう切れることもないと思いますし使っていただいた時に飴色に綺麗になってくるっていうようなことになってくるのですごくいい革紐ができたと思ってますまあ革紐を作ったんじゃないんでね革紐はあくまでもこのカバンの要素ですすごく上手な職人さんでここまで僕もすごい試合ができるかなとかっていうのあったんです けれどもじゃあこれが僕は海外の背景で作ってもらってここまでのものができたかなっていうことを考えるといやこれは多分僕は今の日本で僕の今の自分の知識とそこの会社の方と。 その営業担当の方の知識とっていうのが全て組み合わさってできたのがもう僕はこの構えやと思ってますんでこれですね中に携帯と財布と鍵とあとはタバコ入れるかアイコス入れるかでそれであとペットボトル入るぐらいのサイズなんですギリギリちょっと出るかもしれないですけどペットボトル入るんで出かけた時に飲み物買って中入れるとかってできますし近所に買い物行く時にこんな中エコバッグ入れといたら必要なものここに入れて中からエコバッグ出してっていうような買い物とか近所コンビニ行く時でもいいし休みの日フラット出かける時にこれぐらいでもいいと思いますし いろんな使い方できると思います。で、まあまあ、色はこのゴールド、赤、黒と三色。 全部サイドの色が違いますよと。でまあ、ベタじゃないのですごくアクセントにもなりますし実際に使いやすいカバンにも仕上がったと思ってます是非ですねこれ僕自分で使いやすいと思っているカバンなので皆さんですねこういったものを持って出かけていただけると、まあ、女性受けも僕いいと思いますし同性受けもいいと思いますし清潔感もあるしちょっとコントラストになっているので見た時の印象も すごくフレッシュに見えると思うのでぜひ困難んんを持ってお出かけになられたらいいんじゃないかなとスタイル的にもありとあらゆるファッションに持っていただいてそこまで違和感がないようなことで僕は思っておりますタンスの肥やしを増やさないのカージャンの話をするんかと思えばもうまあこのカバンとかねベルトとかねザ・ソウルでやってるものに関してはむちゃくちゃ細かいところまで自分で考えてますこれはやればやるほど値段に跳ね返るからもうその限界がどこなんやっていうことを自分の経験で補いながら いい作らせててただいてますぜひですねマスタープランのショップを覗いていただいたり情報交換したりオフ会したり Zoom でやったりしてますんでそちらのオンラインサロンの方も見ていただければと思います皆さんご視聴ありがとうございました登録と高評価いいと思ったらですねコメントとか質問とかいただければ非常に嬉しいです今後もですねまたいろいろな情報を発信していこうと思いますのでぜひお付き合いくださいませありがとうございました